はい、お世話になります。トライジョンのボスです。いつも応援ありがとうございます。ツインカムのダイナローライダー、この子を、ガチでカスタムしました。いろいろしました。フロント21インチ、ごめんなさい、130-21-60-21 ですねに履かして、トリプルツリーをワンオフで、もう国武とトリプルツリーを作りました。で、ハンドル周りももちろん、タンクは純正のままで、液配、もちろん、マフラー、ジキル、E マークね。で、シートもワンオフで、製作で、一番あれなのはこれスイングアーム。このクリアランス見てもらうと分かるようにスイングアーム、ワンオフでアルミでスイングアームを作りました。ちょっとずらしてね、ロングスイングアームにしてます。240のワイドタイヤが、18インチの240のワイドタイヤが入ってます。極力純正のね良さを残したままで、240のワイドタイヤで、もちろんリアオーリンズ、フォークもオーリンズ、前後オーリンズで固めて、で、リアフェンダーも作って、全部車検対応、このままもちろん車検対応ですね。よいしょ、テール周り E マークついてます。で、ほい、ウインカー、はい、こんな形。もちろんフロントのウインカー周りもちゃんと E マークね。よいしょ、電源切っとこう。作ってます。いい子ですね。この子は乗りやすい、とてもいいバイクですね。240ダイナローライダーを240にして、ブレイクアウトとダイナのツインカムのダイナの一番いいところと、ブレイクアウトのワイドのいいところと、前後オーリンズ入れた走りのいいところと、トリプルツールをしっかりしたこと、ちょっと加工してるんですけども、いろんなところ全部合わせてむっちゃ乗りやすい。分かりますかね、この平行坂 ね。でこのスイングアームをアルミで全部作ったので軽い、とても軽い。オーリンズも調整して全部作ったんで、むちゃくちゃよくできてます。本当になんていうかな、で、そうワイドタイヤにしてるんですけどね、これベルトをね薄くしてね、今のいいベルトに変えて、薄いベルトに変えて、で伸ばして、ですからねオフセットしてないんですよね。だからね、純正のままの、あ、オフセット微妙です、微妙に、本当に車重バランスがねいいんですよこれ。その分ウエイトがこのジキルに入ってるんで、ウエイトがジキルに入ってると、ジキル自身がやはりちょっと重たいので、本当に足回りのバランスがいい、左右のバランスがいい車両に出来上がったと思います。エンジンをかけてみます。
して、いいバイクに仕上がりました。で、この子はホットロッドショーとかね、いろいろショーに、お持ちしようと思ってます。純正の予算を置いたまま、純正のこの雰囲気を置いたままここまで、改造してるっていうのがなかなかないだろうなと思って、お見せできたらなと思ってます。そのこうなんていうかな、細かなクオリティを確かめてもらったら嬉しいと思います。いつも応援ありがとうございます。あ、ごめんなさい、最近私こういうね凝った作りのものをね作ってほしいってよく言われるんですが、今ちょっとごめんなさい、作ってません。ごめんなさい、当分の間、ちょっとやらなきゃいけないことがいろいろあるので、こういうカスタムのご依頼は受けてませんので許してください。そういう時期が来たらまた作るようにしますんで、今はちょっと止めてます。いろいろね、その時にもっといいものができるようにね、力をちゃんと蓄えるんでよろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。